はい、はい、じゃあ続きをやりましょうか。はい、ね、はい、レオンとアキでお送りするセキロで頑張っていきましょう。頑張れぐだった。いいよ、ほら早くやって。あ、はいみんな待ってる。はい、行きましょう。おーい、おお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 お、え、なにこれ、なんて読むの、なんとかなめ、あうん、あ行、う行の、なんて、わからん、あご、あんご、あこかご受ける雨、一時的に物理攻撃による HP ダメージを軽減する、雨を噛みしめなんとかに構えることでそのかごを自らに下ろす。恩礼？御霊おろしじゃない？違ったっけ？そうやっちゃう。人の身に余る恩行？恩行？技？ゆえに雨をかみしめこらえるのだ。先方寺？国は五国五国五国この勇者たちのため。読めや全部。これはしなに広めた。ほとんど読めない。とりあえず防御力アップでしょ？の雨だ。雨だ。はい、防御力アップの飴だね。もうお敵、あ、バレた。あ、忍ばないから、忍ばないね、忍べないね、俺ら来るかな。え、どっから来んの。あ、あそこ光ってるね。いや、あのほら警戒モード入っちゃった。え、どこ行った。あ、板を敵したね。気のせいなんじゃない。あ、でもめっちゃ来てる。あ、解除された。うん、解除された。あ、そこ行けるわ。あの、上取らんくていいの。上さっきのあれだって敵めっちゃいたでしょ。あ、そうなんだ。敵、あ、ごめん、めっちゃじゃないけど、ほら、あそこ敵いたでしょ。ほら、あそこ的に歩いとるね。あ、まあ、多分下から行く。どっちも行けってこと。え、異物取得、異物ならばまとめて取得できる、すなわち殺した敵が落としたアイテムや背にである。はあ、ほう、もともと置かれたアイテムは異物ではない、近づき直接拾うものだ。近く長押し。なぜこれが急に出てきたんだ。え、異物があると いっぱい殺せってことじゃないでしょ。そういうことね。で、まとめて広いってことじゃないの。下から行かない、したら下にいるんだよね。結局どっちも行かんといかんのじゃ。多分すげえな、忍者ってすげえな。忍者、忍者か、忍者の域を超えてるけどね。あ、隠密忍殺、こちらに気づいてない敵には隠密忍殺することができる。隠密忍殺の一つ、頭上から飛びかかるものを落下忍殺という。おお、天柱じゃん、だからあ、こういうこと。あ、タイミングよくってこと。行くよ。うん、おい、おお、おお、はあ、ゼニーが、ゼニーだ、ゼニーが飛んでる。あ、回収された。11円。え、初めてお金もらったの。初めてお金もらった。丸薬だ、外役にしとこうよ。後ろない、後ろはない、ね、後ろはない、探索大事ね。そうそうそう、忍んでねえな、忍べねえな、忍びねえな忍びねえな。どっちがアフロになる。アフロになる。そっち、え、アキちゃんじゃない。え、嘘、違うの、俺が忍。あ、おー、あ、あ、あ、ねえ、忍ばない忍べと。それ違うでしょ。え、ニヒンポ。いやいやいや、ピーポーピーポー通ったからよ。ああ、入っちゃったかな。うん、多分。まあしょうがないね、そういうのも配信の。あ、あっちから行けばいいんじゃない、したら。あそこ、ほら、おい、ね、あの下取らんでよかったの。まだあった。あってる。お、でも敵がおったでしょ。うん、だからこっちから行って
こっち帰って下の敵を印刷できればいいんじゃない？ほっ。ほら。あ、二人いるか。チーン。あ、あっちの上行けばいいんじゃない？ここから近づいて。ほう。で、一人やればいいんじゃない？二人でしょ。一人多分気づかないと思うんだよね。二人だよね。だこいつだけとりあえずこいつを印刷しよう。もう。お、あ、あ、いた。いいで。おりゃ。華麗にはいかなかったのかな。やっぱ忍んでねえな。意外に堂々と行った方がいいんじゃない？堂々と行くの？忍ばない。とりあえずさ、下のさ、あ、そうそう、下のね、アイテム取りましょう。取り忘れをさ。何なんだろう？陶片。あ、投げるといい音で割れる陶片。敵に投げれば注意を引くぐらいはできる。アシナの男児の間ではこれを投げ割る割りっこが流行りの遊び。大人になってもみんな民主だよ。はあ。ああ、これ使って引き寄せたりできるってことね。今度から。なるほどね。遅いんだ。いろいろと遅いんだけど、すでにそれを言われた後遅いんだけど。あ、またいるわ。ほら遅くないよ。ちゃ。でもさ、登れるんだよこれ。ほら。ほう。だから登ってって。じゃあさっきのアイテム拾いに行く。拾いに行った。あ、お、お。印刷チャンスじゃない。チャンス。でででで。でででで。言う暇なかった。必殺仕事人のとも言える暇がなかった。あ、それその音程だったの？なんか、いや、全然わかんない。全然言う暇なかった。あ、また陶片だ。投げてみる。投げっこしてみる。投げっこしてみる。どこにいたっけ。二人いるよね。確か。私さ、アイテムにしか目がいかんねん。三人ぐらいいるわ。あれ、書類。あ、あそこにもアイテムあるし。あ、一人引きつけたぐらい。あれ、銃じゃない？違うかな。なんか、なんですと。あ、でもちょっと違う。なんか形違う。遠距離射、ちょっと待って、あれはまずくないですかね。へえ。刀に対して銃持ってきちゃうの。多分あれっぽいんだけど、形的に違います。あれっぽいんだけど違うかな。 あそこのアイテム拾いてね。うん。困った。宝物に目がくらむでしょ。くらんじゃうね。どうすると？忍ばない。忍ばないっていうか、一人やるしかなくない？一人やったら気づかれるよね。割り線でやって、その間にやれば気づかれないってこと？そんなことはない。もうやった方が早い気がするけどね。うん。やるか。うん。違った刀かな。来た、決まった。おお、うん、すげえ。すっごい血。ね。気づかれた。あ、え、犬？ステップがあるわ。避けれるわ。ほい。人間？違うよね、絶対。握り派。握り派。もう一人おらんかった。倒してないやつがいた気がする。なんかあそこの草むららへんにおったよ。うん。あ、いた。おいた、いた。これは、忍んでいけばいいんじゃない？ほら、忍んだで。は
あれ忍んでたかな。こう堂々としちゃう。結構堂々としてたね。ああ読めないやつ。読めないやつ。まあ結局防御力アップはボス戦で使えそうだね。そうだね。そういうとこでしか使わないやつ、うん、もったいなっつってね。で結局使わないやつでしょ。そう余るやつでしょ。そう余るやつ。余っちゃうよね。犬がおったけど他はいないんじゃない。いないってことかな。上なんもない。あの上でしょ、うん、気になるよね、うん、探検したいよね。高いところに登ってみたくなるよね。わかる。おお登れた。おおっしゃ。おお絶景かな。絶景かな。おサムネイル決定だね。サムネイル決定か。おおすげえ。さすがクロムちゃんや。やるわ。おお山脈細かいわ。違うかな。違うかな。大山脈かな。おお絶景かな。絶景かな。絶景かな。かっこいいね。いやそういうことしてる場合じゃないんだよ。早くやりなさい。自分で振っといて。なかなかひどいね。普通に降りた。でもアイテムあんのかな。あれここどこ。いや普通にさっき犬の。ああさっきやったとこ。ええお犬か。おう早い。避けたよでも今。倒した。そんなに体力高くないんだね。うんよかったね。よかった。犬にいい思い出ないんだよ。そうだね。どのシリーズに対してもね。ほんと嫌なんだよ、ね、犬にいい思い出ないよ。ほい。あ退座。え瞑想して瞑想。あでもこれで回復しちゃったら敵復活しちゃう。あそこ空いてるやん。ほんとや。おお。なんでしょう。おお手裏剣車人具。貴公子道元の作ったからくり人具の一つで、忍び義手に仕込めば義手人具と。お手のひらほどの大きさだが、手裏剣車の中には驚くほどの手裏剣を収められる。はお刃の重ねに工夫があるのだ。こうしたからくり人具を作り上げた技巧が忍び義手にも生かされている。あで仕込まないといけないのか。帰れってこと。一回ちょっと入れたいよね。仏渡りな。仏渡りだけどもなんかやっとかないといけないような気がするんだけど。的にはこれやっとかねと知らねべって話。いやなんか嫌な感じするんだよね。なんかでもアイテム落ちなかった。落ちてたと思う。こっちなんでいけんだ。なんかあっち。いやでもなんかいやねちょっと渡るのやめとこう。なんでここに木があるのかなと思うけど。死ぬためにあるんじゃない。フロムさん的な考え方で言うとね、降りれるからね、降りてみようぜって落ちて死ぬんだよね。そういいよ、お前でねえよ。取ったんじゃない。降りれるからには何かあるはず、うん、精神が結構です。というわけで一旦帰りましょうか。ざまみたいな。それ取った。ああすまぬんだ。すまなんだ。あ、わいや、割りっこって。なんだ、割りっこだよ。割りっこ割りっこって帰ろう。割りっこやったっけ。割りっこじゃない。とりあえず一旦帰りますか。はい、せっかく手に入れたアイテム仕込みたいですね。うん。はい、帰ってきたよ。エマタン。エマタン。ただいま。レベルアップとかしてくんないの。それ気になるんだよね。どこでレベルアップするの。まだないってこと。手に入れた任務か。おう
忍び騎士は騎馬者というだが、任を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな、いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。お、見てもらいましょう。おお、改造してくれてる。え、見えてんのあれ。ねえ、全然見てねえ。雑。改造してるんだね。仕込む。任務を称して義手任務を作成できます。おえ、手裏剣を使って。あ、仕込み中ってこと。いや、これ違う。それを入れる、渡さないか。あ、手裏剣を作成しましょう、しましょう。お、お、覚えた。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。え？オプションで義手任務の使用、義手任務と切り替えで使えるってこと？なるほどね。何をよりし、これ変なことする。ここに当てる。何そのフラグ。え？このこれを切ったりとかしたら、うん、罰が当たるってことじゃない？なんか嫌な予感するね。エマちゃんは？うん、あ、エマちゃん。ん？ん？ああ、魔法ってこと？へえ、買ったしろ？よりしろじゃない？よりしろ？あのいわゆるあれでしょ、あの陰陽師さんが使うやつじゃない？購入もできる。うん。狼殿、よく参られました。種持ってないよ。そっか。種がないよ。うん。また。で飛べばいいの。ってことか。オプション装備メニューで、あ、開いてるわ。おお、あ、手裏剣だ。おお、なるほど。え、3つつけれるってこと？3つ何かつけれるってことだね。へえ。で、今2ポイント、2発打てるってことで、手裏剣が少な、打てんやん。試しでも打てんやん。そうなのよね。あ、打っちゃった。あえ、回収して拾ってきて。ないんだよね。あれ、あらら、あ、もうこっちで撃っちゃうんだ。ダメだ、外しとこうで。もったいね。外しとこうぜ、外しとこうぜっつったね。うん、撃った。ない、光ってないもん。光ってない。じゃあね、エムちゃん半兵衛。ド M 半兵衛、ド M 社、ド M 社、M 社、ド M 社、ド M 社さんを抜けて渡りましょうか。あ、購入するってある。あ、10円。うーん、1個ぐらい買ってもいいんじゃない。うん。あ、7発分買える手裏剣でもいいや。2個ぐらい買っとこう。3発撃てるんだったぞ。なんかさ、うん、5発で終わりそうだよね。てか、ちゃんと折る。あ、5ったわっつって終わる。そんな気がする。うん、というわけで、まあ、着きましたよと、ね。あー、犬が復活してるわ。
もう一匹いったね。あ、バレバレした。え？あ、離れるのか。ワンちゃんが吠えるとワンちゃんが寄ってくるのかな。いた。犬はね、本当にいい思い出ねえんだってば。あ、なんか溜まってってるぞ、経験値みたいな。上？本当だ、プラス11になってる。あ、敵を倒してきたよね。したお金も欲しいし。そうだね。経験値になるんでしょ、倒せば。やっぱ復活してるでしょ。ほら、ほらほら、やりまっ。あの、でっかいのな。あ、人か。あれ、剣か刀か。お、バレない。おう、なんだ。なるほど。あ、これやったらバレんか、後ろからやったら。初めて忍んだ。忍んでるよ、ほら。なるほど。スプラッターやな。スプラッターやな。オーバーチアクションやな。オーバー、なんつった？え？オーバーチアクション。オーバーチアクションってない。あ、スプラッターのこと？そういうこと。スプシャバーって出るじゃん。初めて聞いたよ、俺それ。いるんですよね、そこに。行けば。忍んだ。ほら。シバババ。シバババ。てかて、それか進めましょう。進めよ。うん。おや。この反対側向きになるよね。反対側？そっちじゃない。そこに行かないといけないでしょ、今から多分。ここでしょ、多分コンテかかったの、うん。あ、でもそっち行っちゃうとあっち行けなくなる。いや、ないでしょ。そっちも気になる。うん、あそこら飛べんところになってるってことはなんかあるんじゃない。そっちから行く。登れた。おお。何あれ。え、何あれ。メンドリー。モンスター。違う。モンスター。いや、鳥。ちょっと待って、でも倒したい。自撮り。自撮り、ちょっと HP 高かったな。何この鳥。おお。おお。え、何これ。立派な卵もらえるとかじゃない。いつからモンハンになったの。モンハンかな。でもさ、明らかにでかいやついいんだよね、そこに。どこ。ほら、なんか強そうなやついない？あーあれ、ちょっとガタイがいいんだよね。ガタイがいいんだ。あれ、無視はできねえんだろうな。うん、だってここで止まってるもんね。降りるしかないんじゃない。あっち側行かんくていいのかな。上？上もやっけ。終わった。あっち側ってどっち側のこと言ってるんだい。そっち側。こっち側。うん、行けないよ。あ、行けないんだ。行けないのか。だからこっち行くしかないよね。だからあれを、あれと戦うんじゃない。無視できそうやけど。あ、回り込めるんじゃない。お、よっしゃ、落下ダメージだ。落下できる。落下しかないかな、敵一人。一人っぽいね、多分。一人。いやー、フロムさんのやつは。あ、あ、あれ、なんか絶対強い。 危険攻撃。危険攻撃。ガードができない攻撃もある。そうした攻撃は決まって危うい。しかし危ういのほど強い先を放つ。ほう。火の一文字が現れてならば攻撃を向けに応じて対処すればいい。ほう。あ、次攻撃に合わせているわ。ほう。破断攻撃に合わせてバッチ。神攻撃に合わせます。難しい。難しい。ちょっと分かんないよ。練習しようか。じゃこれで練習しようってことじゃない、うん。あ、これが火弾攻撃。もしかして
違う？そっちです。あ、これがジャンプで避けろってこと？回復しよう。練習したいんだけど。あららららら、いっぴーと。待って待って待って、痛かった。こんな痛い？あ、死んだ。練習どころじゃなかった。侍大将って書いてるし、しかも大将だった。大将だった。なんもない大将だった。いや違う、侍大将なんだ。ん、我が血と共に生きてくれ。ええ、改正する。え、そのまま死ぬ。え、ってこと。どういうこと。あ、アイテム回収できないけど回収できるってこと。ああ、なんか嫌な予感が。改正すると何か嫌な予感がするけどね。改正ってドロキーが出てる。改正の力を通して自らの命を帰らせる。改正の力基本の一つは鬼仏での休息で補充され、残りは敵を倒したということで得られる。改正は続けて使えるものではないか。敵を倒したり入札すれば再び発動できる。ああ、要は生き返れるってこと。その血のおかげで。すげえ優しいじゃん。どうしたらいいですか。これか、タイミングだと。あ、ちょっと待った。あ、つかみくらあった。つかみか今のが。くっそ、痛いんだけどこの人の攻撃が。待って、すげえ大変。練習が見極めるのすげえ難しい。全然優しくない。これ下段だね。これがジャンプ。おお、ちょっとスタイリッシュね。ないない。はい。あいった。あじゃあ、あれあれ。え、何あれ、回復してんの。違うよ。いや、回復はしてないけど。これがね、やってみたいんだけど。全然引き出せない。あー、死んじゃった。無念。無念じゃ。さらばクロウちゃん。あー、難しい。あ、経験値と半分。うわ、マジで経験値と半分失っちゃうんだ。あ、本当だ、超減った。え、え、あの死んだところに落ちてないんだ今回が。え、全然優しくねえ。もう頑張るわ。こいつ練習だよ多分。はい、はい、これさあ来い。ちょっとうまくいってない。ああ間違えた。ジャンプかよ。おお、うん、あと一発。ああ、しまった。回転するしかないでしょこれ。おお、防げるんだ。
攻撃すれば。でも全然練習になんない。それ言ってる場合じゃないな。あ、落ちる落ちる落ちちゃ、落ちたらこいつどうなん。あ、スタミナもねえし。頑張れ。おお。あとちょっとなんだけどな相手。待て。やべ。辛い。すげえ辛い。今どこ？どこにいる？上にいる。ほらここにいる。これさ、上とかうまく使って戦えってこと？パワフルに捕まるとこはなかなかないぞ。もうこれ打つしかねえや。また経験値消えた。チーン。チーン難しい。やるか。はい、3戦目。食った。あれ。全然聞こえない。全然聞こえない。しろ。来ない。ねえ、これ無視できないかな。え？援助ありって何？ないない。え？は？お、回避できる。はあ、お、回避し、お、失わんかったってこと？お、優しいけど。あ、あ、虫切られちゃうね。難しいね。これ虫しようかだ。あー、きつい。あら、え、どういうこと？どういうこと？なかなかに死にきれぬようじゃ。どこかで苦しげな咳が聞こえる。咳をしているのは降り積もる炎に焼かれるため仏を一心不乱に掘り続ける一人の男のようだ。所持している分だけ援助確率が下がる。ああ、え、なんで俺そんなの持っちゃった。あ、は、え、どういうこと？俺が死にまくったせいで、あ、龍石っていう病にかかったってこと？ってことか。ああ、そういうデバフ的なのもつくってこと？デバフどうやって返せるの？縁ガチョ。縁ガチョ。ああ、もうね、だいぶもうアイテムも使い切っちゃったし。